お疲れ様です。今日はですね、こちらのメガナイトオールブレイカーエリババレイジがやっていきます。というわけで、まあ、最近よく使われてるメガナイトオールブレイカーはこっちですね。はい、まあプリンスとかまだゴーストだったりユーノだったりするんですけども、ちょっとエリババ最近使ってねえよなと思いましてね、このメガナイトエリババで、まあエリババといえばレイジなんで、ちょっとこちらでねやっていこうかなと思います。ということで、まあ、メガナイトの複数攻撃ね、範囲攻撃プラスエリババの単体火力があれば、まあ、基本的にねゴーレムだろうが、まあ、ペッカ系だろうが何でも幅広く戦えるでしょうと言ったデッキです。まあウォールブレイカーがメインではあるんで、まあ、これなんかダックスリの範囲で行かれるの嫌なんで、ディガを生きにね、やべ、ま、なんか硬えな、おい、これはわかりました。あれです、ディガロケです。ロケットビューンとかもありますが、はい、1枚あちょくい、いやーもうなんかいい打たれるエレクティガル、これやばいな、いやいやもうなんで帰ってくんねん、やばい、痛い、痛すぎ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 の今回相手はこれね、ちょっと前ポイズンで使われてたんですけど、多分ロケだと思いますね。で残りがインフェかな、でデリウッドなんで、まあだいぶ鉄壁ではある、うん、でこの鉄壁を崩す方法はまあアチャクイですね。まああとはエリババレイジがね刺されば、あポイ型か、ポイ型だとどうなんだろうね、エリババちょっと生きてくるかな、うーい強すぎそれ。まあまあまあ俺はねできるだけディガーを抑えながらゴブリンも持ってるんですよね相手が、だからねどうやって攻めよう攻めが全然通らんやん。ゴブリン、ダクプリ、エリスピ、デリなんで陸はね、あ本体に硬いんですよ。あーこれチャンスですね。でデリバリーを落としてくるぐらいでさあコウモリ追加で、これさ、え、うわー、いや天才天才レイジ一発、いやこれよね、いやまさかのレイジが超活躍してくれる、しかもこれ当てていく感じね大事。まあアチャクイ抜けが意外と相手はだるいと思うんで、ここによいしょ使わしてのこのコウモリ追加でレイジ、いやーちょっといいんだけどね、ちょっとっすね、いやもう流れは悪くないで今回手前、まあ、透明なので拾えないんですよ。いや悪くないっすね、流れは悪くないけど特別いいかって言われるとまあそんなこともない。よしよしよし、まあポイがね、いやポイはいいか、これインフェ咲いたんでちょっとメガナイト行くプランも見える。うわー、いいエレスピ、いいエレスピです。いやーこれねメガナイトやっぱいらないっすねこいつ解雇したい。ティガーコウモリちょっと強いね、いやそんな強くねえわ、気のせいでした。いやまあでもこっからでも勝てんのがクララですよ。ゴブリン、え、ちょっとありそうからの、いやマジレイジでエリババ一発、いやオルブレイカ走れ走れ走れ走ってく、面白いレイジ強すぎんか、いやこれね結構きついんですよ。この別にプリンス型だろうが何型だろうがメガナイトルブレイカーって意外とねこのディガロ系を突破できない、そう相性良さそうに見えて結構突破できないみたいなのがよくあるんですけど、完全レイジゲーでしたね。ねだから通る要素なかったっすもんね、危ね、いやレイジ、レイジさ、いやめっちゃ強かったんだけど
いや、俺は普通にエリババレイジのために持ってきたんです。ほんとエリババのために。そしたらね、ちょっとコウモリとウォールブレイカーとの相性が良すぎて、ちょっとびっくりしてます正直。いや、コウモリと相性良すぎたな。いや、ウォールブレイカーかさ。いや、無限にやりこぶ出るけどみたいなね。これね、延命したい気もするんですけど、フェニックスにね結局行かれるみたいなとこありそうだよな。ちょっと暇すぎ、エリババセパでもしとくわ。あー、そうっすね、今回のやつはもう流行り、流行り呼ぶ流行りよね今の環境。これしかおらんやんの。うん、はい、何メガナイト、これしかおらんやんのスケラですね。まあ、メガナイトはね、なんか簡単に受けられちゃうんで、今回アウトロー持ち、スケキン持ちだとあんま出したくない自分からはね。相手が攻めてきたところをメガナイトで受けていくのは大事かな。ポイズンで処理される。これでもスケキンのソウルコールとかはもうレイジで処理しつつの、あー今残ってほしかったな。でもずるやん。いやー、これ本気の許容で、ウォールブレイカーまで見える。意外と陸行きがねえんだな。え、なんかえい、いや、こんな簡単に取れるちょっと待って、なぞい、なぞい。いや、ちょっと待って、今からでも負けれる俺は。これ下げた方がいい。いや、下げたやん。いや、痛いな。まあまあまあ、じゃあ確実にね。ちょ、あの透明なんで、本当に透明なんで、ゴースト、やばい、怖すぎー。圧着衣が強すぎる。これ耐えたらもうね、端前リボバで止めて、スケラはレイジ防衛しとけば。いや、ちょっと待ってよ、レイジめっちゃ強いじゃん。さては、あ、こんにちは、こっち来れないで、はい、もうレイジでね、スケを処理しつつのタワーが早い。こんなね、活躍するプリンセスあんま見えない。オッケー、よしよしよし。エリババ地味にいいな。なんか多分一発の火力高いんですよねこいつ。そう、多分めっちゃ高っすよ。いくらあんだ、見てみるか。400ぐらいあんのかな。一発400だったら、まあ2匹いるんで800ぐらい、毎秒800ぐらいダメージ与えることになる。まあ感想だと1対500っす。化け物じゃね。ああ、マジ400ぐらいあるわ。まあ、しかもこっちにはレイジもあるんで、え、てか相手のバナーマジかっこいい。知らない間にいろんなバナーが出てる。そう、まあレイジもあるんでね、エリババレイジって考えたら、毎秒どんだけダメージ出るん、500、600、700ぐらい出るんじゃねんっていう。さあ、そういったところで、あー、ネクストオールブレイカー来たの幸せっすね。こういうのもね、え、まさかのマザネク来た。ちょっと待って、これ予定外です。予定外で、これ、キョスケが、キョスケロイジャイですね、あなたさんは。あなたはキョスケロイジャイか。いやー、これね、ん?いや、マザネクモンクはだいぶ珍しい。だいぶ珍しいので、ロイジャイですね。こんにちは、ロイジャイくん。いや、ロイか。ちょっとめんどいなー。お願い。マザネク当たってほしい。マザネク、もうちょっと入んねえかな。これね、左サイド6個スロイジで来たらもう天才です。よかったよかった、天才じゃなくて救われました。いや、これ10個スのウッドっすからね、言ったら相当イリアド取られてた。いや、もう文句やばいね。まあでも今回は救いのね、エリババいるんで、ロイに対してちょっと戦える。まあちょっとっすけどね。
マザネクか。そしてこれは、あ、ロイで受けてくるんですね。だいぶ暇してる。お、いや、なんか、いや、え、なんか美味しくない。さあ、ディーガで削りながら、今回レイジはまあサプライズでねかましていきたい。文句がね、やっぱ厄介ですね。圧着封じられちゃうんで、そうなると相手のフェニックスも生きちゃうみたいな。いや、めっちゃ美味しい。多分ね、あいつ知らないんですよね、俺にエリババが言うこと。さあ、めちゃくちゃ美味しい流れ。ゴブリンか、仕留めれそうじゃない。いや、このしれっとエリババレイジで、そっちに竹行ってる間に、いや、この着衣のね、クローク下手っぴでもオールブレイカーがとか言ってると左が入ってます。はい、エリババレイジで自由に削りました。これ橋前マザネコ、こんにちは。罠ですよ、お兄さん。これもなんかやりたい放題じゃね。ディガーレイジも強いし、このコウモリがレイジにかかってみたいな。ゴーストもいいよ。ウッドだけだと止まんない。いや、レイジかこれに関してはさ、いや、今ね、まあ、スパーキーレイジでしょ、あとはジンギレイジ、まあでもそんぐらいかな使われてるの。レイジね、まあなんか昔よりは間違いなくいるけど、めちゃくちゃ強く感じちゃうな。まあなんかヤナメとの組み合わせが強いのも昔より使用率増えた要因ではありそうだけど、まあレイジ自体もね、なんか変わったっすね。3コスぐらい、なんか前3コスだった気がする。え、やばい、アホやん。おー、帰ってきた。さあ、檻ってことは、まあ親衛隊ロイフグかエレジャイ。やべ、ヘナチョコメガナイト、エレジャイで受けられるかな。これはでも意外と美味しい。ゴルナイ、うん、いいっすね。これ全部圧着で回収できるんで、そのままディガーからのみたいな。ゴールベーカーは待っていく。さあ、あのマッスルはまあなんか適当に受けて、え、ちょ待って、やばい、さっきからやばい、電波が。ウォールブレイカーセパとかしとくか。これ禁忌されちゃうかもしれないんで、めちゃくちゃ禁忌度したそう。うわー、禁忌度してこなかったな。うー、まあ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 、一旦ね、大ダメージ受けたわけではないんで、いいでしょう。いや、これ、エリババめちゃくちゃいいな。ってか、まあ、プリンスもエリジャイにはちょっと強いんで、まあ別にプリンスでもいい。まあでも、エリババもエリジャイにはやっぱ強いんで、まあでも、ライトニングは嫌ですよね、俺からしたら、ものすごく。これちょっと無視されて、形組まれてライト打たれるの嫌なんで。ほどほどにいっちゃって。まあマッスル許容っすね。ちょっと痛いけど、これもう一回来るかもね。まあ適当に耐えたい。いや、美味しい。これ楽しい時間が始まりそう。いけ、いやー、走るー。コウモリで
じゃあやばい、え待ってやばい、あでもこれはエリババですね。でこれは攻めさせない、まあ攻めてきたら攻めてきたで、あなたコストねえよのほどほどにね攻めてあげて、レイジはダメージがあるんですよ。オッケー、よし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 、いやレイジバカ強いっす。はい、ちょっと今日で評価上がりましたわ。まあエリババも強いっすよね、何気にね、なんだかんだ強いエリババ。もうね、俺ぐらいになるとね、もうエリババが可愛くて仕方がない。てかもう可愛い、もう可愛いんですよねこいつ。可愛いで、これも見て防衛ほぼ完封できる。マジで可愛いんですよ。もうここまで来ちゃうとクララは7年やるとね、エリババに対してのなんか愛が出てくるっすね。あ、じゃあマジで、え？どういうこと？そう、やっぱクララを始めてすぐは、まあ、エリババ強すぎやろみたいな、なんやねんみたいななると思うんですけど、まあ最初だけやっぱよくある、その何、わーこいつとは仲良くなれねえねえみたいな、あの子ちょっとあんま関わるの苦手だなみたいな、あの子絶対好きにならんわみたいな感じの、けど気づいたらなんか好きになっちゃってるみたいな、付き合ってたみたいな、そういう感じの今もね、気づいたらもう可愛くて仕方がない。最初だけ、最初だけっすよ、エリババのこと嫌いなのみんな。気づけばエリババ信者になってる。さあ今回の相手はバルキリータですね。アンチクイ、なんかテンプレの、テンプレ大会とかでありそうだな。まあボムか大砲か、ボムかな、迫撃もあるっすね一応。まあこれはまあ出しちゃうんですけど、逆さ来たらなんとか耐えて、このメガナイトがキング起動だけされるのを阻止したいっすね俺は。で圧着今ねつけとくなんですけど、バルキリーがね嫌なんですよね。あ、アイスピサイト後のコウモリめっちゃ強いっす。ちなみにこれコウモリゲーだと思ってる。はい、いやでもめっちゃ勇気してくる。でもこれはバルキリーのコストが足りない読みのリガーです。あーでも、おウォールブレイカーまで幸せに入りそう。いやー強いね、ダイスピサイタンでコウモリ無双ですね。今回の相手はねコウモリがねマジできついと思う。だからこれでまたレイジしてコウモリゲー、リガーコウモリ頑張れ、もっと頑張れ。あっちかいしばけ、おーでかすぎ。さすがにこれはメガナイトで守る、縦線に止まりたぎっかな、これ。で、アチャクイは、まあ、これもまたバルキリーやるんで、一旦これ、行く必要ないっすね。突破できないんで、インフェ。レイジだと。ここで冷静にね、守る男。これ大事。やばい、やばい、マジで、電波が。家がラグい。おお逆にクール。まあでもこっちは強できるんでね。まあ俺はもうこっから正直ディガー削りだけなんで、このディガーでどんだけ削っていけるかっすね。うっ、おお痛すぎそれ。一応これは完封できる、これ強いよな。綺麗な受けされてる。さあまあ守ることがやっぱ重要。いや俺のゴースト無能やんこれ、今ホグ来るとやばい。高めアチャクイ最強、まあ、コウモリも最強だな。いやーこの受けはむずそうだけど、右も入りそう。あ右が折れそうだねこれ。
そんなことないかな。やべ、タイミング被るの良くない。おぶねー。さあ消えで耐えた。ゴーサーいる。おー、危ないっすね。うまいなマジね。ちょっと危なかったですけども、まあ耐えましたね。本当に攻めなくてもよかったかもですね。ずっと守ってもよかったかも。さあちょっとレイジがねうまく使えないと危うい試合になっちゃいそうですが、よろしく。まあうまく使うって言ってももう出しときゃなんとかなるか。さあやばい。あ、バカ。あ、着い。あーもう遅いなあなたは。あ、マジアチョールブレイカーだ。これねか使ってこない。ウッドで終わっちゃうっすねこれ。俺が消えなかったんで。さあマジアチョールブレイカーはエリババがちょっと強そうで、レイジも強いぞ。相手のヤリゴブかないとか。あ、そう、これに対してのもうレイジポンって打つだけでいいんで。あ、素晴らしい元気だ。お、トルネがあるわ。マジアチョールブレイカー、うん。なんでまあアチャクイ動作流しつつ、衣装は悪くないんじゃない。エリパパがちょっと強そう。アチャクイも強い。よいしょ。動作のアチャクイ徹底して、まああとはもう適当か。いや、イダンスに。なんで、うん、トルネかな。なんだこれ、ナイトで受けてくる。これディガーでね内側とかに持っていかれると厄介ですけど。うん、まあ、なんか相手が嫌そうな攻めをていって、キング起動されたのがちょっと痛いですかね。まあ許容か。まあこれも最終ディガー削りで勝つイメージなんで、まあ一旦耐え。ディガーお前どこ行っとんねん。ディガーですね本当に。まあケツメガでもよかったよね。いいババ。いや、右サイ謎に左攻めてますけど。まあこれは飾りみたいなもんで。うわー、リババ殴ってる。いやこれはねこのデッキの強み、イリババが気づいたら殴ってる。でマジアチョワンちゃん
いやーさ、これは決まったんじゃない。で、すぐディガを飛ばさずね、この上で圧を与えてから、確実な状況を作ってから飛ばしていくね。さあ、レイジゴースト殴る。いや、エリババちょっといいな。一発の火力高すぎて、笑えるね。一発入ったら気づいたらダメージ逆転してるもんね。さあ、11。うおい、動くバナーだ。動くバナー俺も手に入れたいんですけどね。よろしく。さあ、マジ初手をやばすぎ。俺がエリババねえからって。手札把握が完璧だ。まあ、金軌道やだね。さすがに。あ、なんかミスってね。あ、なんか事故ってるやん。これなんか、これにレジ打ってダメージいっぱい稼ぎそうでね。そんなことない。いや、意外と稼げてる。でも、ホーク来たらでもやばい。やばい。うっ。まあ、これは通らないんですけど、まあ、ニコスでこのマイティを守れたと考えると、だいぶいい。いやー、素晴らしい防衛じゃない。いや、これディガー生きてー。アイスピを吸ってしまえ、このディガーで。吸えねえか。いやー、いいよ。おこの、いや、レイジーよ。上がりましたわ。あ、めちゃくちゃいい僕だな。まあ、これは5コスのアチャクイ出すのも3コスのゴースト出すのも変わんないんで、ウォールブレーカー出してからダメージ稼いじゃうね。いや、めっちゃいい方来たっすね。いや、でも、レイジいいな。なんか、ザップよりはミリ遅いけど、ヤナミよりは早いみたいなね。よしよし、見てからでも打てたかんな、今。さあ、でも俺は、今回ないとボムホグか。この状況はだいぶリードなんですよ。ここからはもうクエイクだけなんで、ぶっちゃけ。守れると、より楽に戦えるな。さあ、まあでも相手は本気で守るっすね。本気で守ってこられると俺もなんか嫌なんです。正直、まあさすがにね、コウモリいらないけど。いやー、ちょっといい。よしよしよし。いや、ちょっと入ればいいんですよ、別に。よしよし、だいぶ入ってんな。ちょっとキングも狙える。これ相手、ホグを通さないと勝てないんじゃね？ですよね。でも通らないよ。ってことは、あなたの負けです。知らんけど。いやー、これさ、回せないのかな？この辺の位置のね、アチクイが地味に強かったりするよ。いや、マイティが強かった。あれ？なんか怪しいな。お、なんかでも、お、一発、なんかマイティでこれさ、ドリームしてくるよな。そりゃそう。縦の戦士を持ってるんで。でもこれ、舐めたことしてると負けそうだな。ほんまに、マイティ飛んでくるから、あれでね、ワンパン危ないっすよ、ほんまに。まあ、さすがに。いや、ちょっといい目がないと。破壊して。いやー、いいアチャクイでも。やべ。お、これなんか、あそこのマスキー仕留めちまえ。いや、なんか、ゴリ押しだから。結局なんか、エリババのゴリ押しみたいになっちゃったな。いや、でも、これでっけ。普通にテンプレのメガナイトプリンスに貼れる。なんならそれよりも、ちょっと強い可能性を秘めてます。
当たったことないアイスウィザード。うーん、むずすぎこのチャレンジ。